デザインとして、はい、まあ、自治会が一段とまとまっているようにする広さで、はい、
しいたけ、または腰掛けの腰掛けの衣を付着しております。あ、なるほど。あの青いハッピーの後ろですね。後ろが水引きですね。水引きになっていると。はい、またあの担ぎながらですね、皆さん歌を歌っていますよね。これは何の歌なんでしょうか？まず後ろ軸は、まあ、一斉音頭を基本にして、はい、それを変形しております。はい、はい、それからミラーダンゴラも同じく一斉音頭を基本にしてやっております。はい、それから藤見の場合は、まあ、もちろん伊勢音頭が元歌なんですけれども、群れの躍動から藤見を教えてもらい、まあ、伊勢音頭は大体あの享保年間1716年から1736年、まあ、伊勢の奥山東門ですかね、始めた踊りで、この歌と言われております。で、まあ、各地が伊勢音参りして全国広まり、伊勢音頭を基本になって歌を歌っています。まあ、昔からずっとあの祭りが行われていたんですけど、昭和37年の頃に途絶えまして、昭和54年から復活して現在に至っております。まあ、これはまあいろいろあるんですけど、一応まあ豊作物、農作物の豊作と五穀豊穣ですかね、お祈りして、まあ神様のお恵みを感謝し申し上げ、大河で奉納し、氏子が神仏を病い、供え物を神仏に捧げ、まあ、しっかりさせたり、書き比べして、まあ、池をつけ、力自慢して、神様が、まあ、太鼓台に乗り移ってくださいという意味もあり、また、あの、神様が見ているので、頑張って、やれって神様に言われるので、そういう意味も受けて、確かに、あの、かなり神様にこう見せつけてる感じがありますよね。はい、見てくれと、今ばかりに、今、石橋君と始めた差し上げております。慎重さがやっぱりあると難しいですね。こういうの差し上げるのは難しいのもんですが、特に最近の若い人は大きいですよね。大きいですよね。はい、あとですね、あの護衛を持っている方、あの何かこう棒にですね、あのふさふさってついた護衛を持った方が各太鼓台にいらっしゃるんですけども、どんな役割があるんでしょうか？それはね、まあ祭り頭、もしくはあの青年会長、まあ、どちらかが護衛によって全てを指揮するという意味でね、太鼓台にこの一つに、はい、石橋君も三浦万能らも泉地君も全て護衛によって動くような形で、じゃあ護衛の人はとっても重要ですね。動きを間違えられないという、だからもうさせとかね、はい、だから下ろせとか、はい、全て護衛の指揮によってやっております。その時に地区で決まった人がね、代表となってやってるんですね。あ、すごいですね。かなり重要な役ということで、祭りはね、一番祭り頭がその護衛によって動きますから、護衛が一番大事ですね。護衛が一番大事という、はい、なるほど。先ほどちょっと途中になってましたが、歴史をもう一度ちょっとお伝えいただけますか？まあ、まずそれぞれ特徴があるんですけど、はい、まあ、石の人はね、昭和37年頃一旦祭りが途絶えましてね、で昔は石橋君は、まあ、太鼓台と御船があったんですよね。それがもう途絶えまして、昭和50年から復活して、まあ、石川太鼓台がね、現在に大体35年ぐらいになりますけどね、現在になってると。だから未来南道は、まあ、途中でまあできたのが遅かったりもありまして、太鼓台がなかったところが太鼓台
37年頃、はい、まあ、一応昔からやってたのが途絶えましてね、はい、昭和53年からまず子ども町でありましてね、はい、復活し、で昭和56年度に大人の町会が100代でね出て現在に至っている状態です。子ども町の方が先だった。はい、そうです、はい、Thank you.
もやっぱり、ね、横に広がれば広がるほどね、いい音が出るんでね。へぇー。ジングリになった音が出ます。ああ、そうなんですか。Thank you.
Thank you.
部シコロ引き、どうも、いませんです。シコロ引きは力自慢による綱引き対決。中学生以上の方であればどなたでも参加いただけます。総門は子供と大人が一組になり手をつなぎながら行うサッカー対決。こちらは小学生1名と中学生以上の方1名のペアで参加いただけます。最終決戦となる騎馬戦は小学生5学年の方1名と大人4名の5名1組で参加いただけます。各競技の受付開始時間になりましたら受付にあります案内コードにてお知らせさせていただきます。各競技によって受付時間が異なりますので気をつけください。しっかりと案内コードで時間の確認をお願いいたします。なお競技によっては参加人数が限られているものもありまして、その場合早い順からご参加いただくこととなりますのであらかじめご了承ください。県内に残る源平ゆかりの地や観光情報を PR するために三宝と高松をベースに八島三条でもパフォーマンスを披露しています。受けながら政治の実権を握った平の清盛をはじめ、清盛の娘で安徳天皇を生んだ建礼門院徳子、陛下随一の猛将平の範経、そして悪七兵衛景清が平の宗盛舞台として参戦しております。はい、続いては旅館
門の皆さんです。今回はなんとこの後登場するチームと合わせて90年以上の方に完全に参戦いただいております。こちらの平の胸掘り舞台には東支店、川島支店、八島支店、薬理支店の皆さんが参戦。地元香川を愛する全員の香川ラブパワーで今日の合戦も活躍すること間違いなしですと、かなりやる気満々のコメントをいただいております。雲のお揃いの衣装で登場です。続きまして赤い兜をかぶっていらっしゃいます地元からは八島地区の皆さんが平の胸盛り舞台として参加してくださっています。赤いうちわと赤い兜、そして赤い鉢巻きでしょうか、こちらを首にかけています。さて引き続いて見えてきましたのは八島地区の皆さん、かなりの数の方が参加いただいております。皆さんお揃いの兜をかぶっていらっしゃいます。いろいろな方を持っていらっしゃいますね。かなり、赤で揃えてきてくださっています。持っていらっしゃいますね。いろいろ文字だけではなく、いろいろな絵を描いて、絵を描いたカラフルな旗をお持ちいただいております。皆さん楽しそうですね。皆さんこちらに手を振ってくださっています。こちらの合戦場に到着してまいりました。この後続々と、白軍赤軍ともに続々といろいろな舞台が登場してまいります。かなりですね、1舞台目を見てくださっても分かるように皆様個性的な格好で来てくださっております。次の白軍源氏軍の舞台、源義経舞台が到着の模様です。次は白軍ですので、白青といった、こちらの色をベースにした衣装に身をまとって来られます。さて皆さん、どんなコスチュームで登場し、どんなパフォーマンスでこちらの合戦場に来てくださるんでしょうか。かなり楽しげな音楽が鳴っております。こちら各舞台、音楽舞台というのがありまして、こちらの舞台の先頭を飾ってくれています。とても楽しい音楽が鳴っております。はい、見えてまいりました。白軍源氏軍の舞台です。まず先頭行きますのは源義経舞台、香川県警察音楽隊の皆さんです。音楽だけではなく旗を持って登場しております。かなり皆さん同じ
揃った動きでパフォーマンスを見せてくださっています香川県警察音楽隊の皆さんです。香川県警察音楽隊の皆さん、昭和34年11月、明るく住みよい社会づくりを願って発足しました。隊員は勤務の傍ら演奏技術向上に努め、交通安全運動や地域安全活動などの行事で演奏活動を行い、県民の皆様と警察を結ぶ音の架け橋として活躍しています。こちらですね、続きまして先ほどの平の胸彫り舞台にも参列していました香川源平紅白キャラバン隊、次は源氏たちの登場です。平家の軍勢をことごとく打ち破った期待の戦術家源の義経、見事に大井の的を射抜いた那須与一、義経の身代わりとなった忠臣佐藤継信、以上3名が源の義経舞台として参戦しております。そして島を頭につけました、高松市立古高松中学校美術部の皆さんの登場です。昨年に引き続き仮装にチャレンジ、今年は芸術祭の舞台である島になりきってみました。手に持っているのはそれぞれの島の特産品だそうです。呼ばれればいろんな道に島に伺って元気よくパレードしますということで、とても元気に登場してくれています。ではどんどん参りましょう。引き続きまして多摩のおもてなし隊の皆さんです。パフォーマンスしてくださいました。多摩の職員をはじめ地域の若者から高齢者まで、とにかく宇野港を盛り上げようという熱い思いを持った人たちが口コミで集まったボランティアグループです。着ているお揃いの T シャツは隊員のデザインのもので、淀川テクニックさんの宇野の地ぬをモデルにしています。来場者と地元の人々との触れ合いが瀬戸内海の景色とともにコロナの思い出になることを願い、一丸となっておもてなしをしています。続きまして JR 四国の皆さんです。昨年に開催されたプレイベントでは有志12名が JR 四国大井などの PR を変えた旗を繰り返しながら行軍しました。今年も源氏軍の一員として揃いの衣装を身にまとい、芸術祭をさらに盛り上げべく参戦したいと思います。地域と JR 四国の活躍にぜひご期待ください。そして、こちら八島東町の藤部地区の皆さんが、はい、源の義経舞台として参加してくださっています。でも白の T シャツを着てくださっています藤部地区の皆さんです。さて次見えてまいりましたのは英士軍建礼門院舞台です。かなり左右に揺れながら楽しそうに音楽を吹きながらやってきております。まずこちらの音楽舞台は瀬戸内国際芸術祭ボランティアサポーターである小海隊から生まれた音楽隊、小海神楽団の皆さんです。小指神楽団の皆さんとともに舞台長もかなりノリノリでこちらの会場に迫ってきております。
改めてご紹介いたしましょう。兵士軍建礼門院舞台、まずは音楽舞台から小エビ隊から生まれた音楽隊小エビ神田団の登場です。音楽を通して島の人たち、お客様、その他物の安全を目指す下駄ゆる音楽隊です。元はみんなで楽しむ、みんなが楽しむということで、この日のために手作りしたコスチュームを身にまとい、楽しく演奏してくださっています広報活
ています。個人技術を中心にサッカー技術の上達を目指すべく八島小学校、八島西小学校を拠点に練習に励んでいます。皆さん白いコスチュームで登場です。そしてこちら地元からは阿智地区、宇部地区の皆さんが佐藤嗣の舞台として参加してくださっています。皆さん白の T シャツで登場してくださっています。こちら阿智地区、宇部地区の皆さんで佐藤嗣の舞台として参加してくださっています。皆さんこちらもですね、かなりカラフルな絵を描いた旗を持ってくださっています。
き続いてどんどん舞台がこちらの会場に到着しております。続いて見えてきましたのは白軍、源氏軍、伊勢義盛舞台です。まずは何か大きいコーンのようなものが見えてまいりました。音楽舞台、こちら音楽舞台からネギハウススペシャルバンドの皆さんがこちらに近づいてきております。源氏軍伊勢義盛舞台音楽部門はネギハウススペシャルバンドの皆さんです。芸術祭の作品番号34番ネギ島にあるネギハウス、愛知県立芸術大学の活動拠点、また表現の場として美術音楽の両学部による展覧会やコンサートは展開されています。本日はサクソフォンカルテットと音楽パフォーマンスグループつけものが合体、続きまして、ね、見えてまいりましたのは、はい、続いて見えましたのが、佐伯市立志野中学校美術部の皆さんです。佐伯市の中心に位置する志野中学校、今年美術部は特に芸術祭のプログラムの一つである生き島で行われたキノコプロジェクトでいろいろな活動を展開しました。多くの感想や励ましをいただきありがとうございました。今年もこの活性を大いに楽しみにしてまいりました。皆さんかわいい手作りの旗を持って登場です。はい、では続きまして国分寺&レインボーキッズの皆さんです。大きな旗を振りかざしております。国分寺&レインボーキッズの皆さんです。姉妹ダンスチームである国分寺町に住む子どもたちで結成した国分寺キッズと、高松市レインボー通り沿いに住む子どもたちで結成したレインボーキッズ、小学生のダンスチームです。着物衣装を身にまとい、華やかに踊りながらパレードに参加いたします。またチーム名が入った大きな旗もとても印象的ですね。とても元気に踊ってくださっています。国分寺&レインボーキッズの皆さんです
古高松地区の皆さん、かなりの数の方が参加してくださっています。皆様白い衣装に身にまとい、皆さんこれはかなりの数の帽子を揃われたんじゃないでしょうか。皆さんお揃いの帽子で行軍してくださっています。Thank you.
在庫を郷土の伝統芸能に育て、地域文化の発展に貢献しようと年間50回を超える公演を展開しています。そしてこちらの舞台には、林地区の皆さんが秋兄弟最後の舞台として参加してくださっています。では続きで続きまして見えてまいりました赤軍悪七兵衛歌劇用舞台がこちらに迫ってきております。見えてまいりましたこちら赤軍英士軍悪七兵衛歌劇用舞台です。まずは音楽部門英明高校吹奏楽部の皆さんです。元気いっぱいのチーム、夏の吹奏楽コンクール、冬のアンサンブルコンテストをはじめ、野球応援、文化祭など活躍しています。体育祭ではマーチング演奏にも挑戦し、幅広い活動もしています。皆さんお揃いの赤いジャケットで登場です。今年度はこの八島と同じ五代山城の檜山をガイドします。ぜひそちらにもお越しいただきたいですとのことです。本日その坂出っ子ガイド隊には坂出市長も参戦してくださっています
Thank you.
さて、両軍の全10部隊がここ主戦場に集結いたしました。改めてご紹介いたしましょう。赤軍、兵士軍は平の宗盛部隊、建礼門院部隊、平の森常部隊、菊王丸部隊、悪地良英過激用部隊。対する白軍、源氏軍は源の義経部隊、佐藤嗣信部隊、伊勢義盛部隊、秋兄弟部隊、そして武蔵坊弁慶部隊。昨年のプレイベントでは兵士赤軍の勝利となりました。またしても兵士軍に軍配が上がるのか、はたまた源氏軍が昨年の雪辱を果たすのか。合戦は紅白対抗戦、さまざまな競技で競い合います。今回はその競技に観客の皆様も参加できるようになっているんです。 LED モニター近くに競技参加希望者の受付を設置しております。お手元のパンフレットに記載しております会場地図の丸2番の位置にございます。現地軍、兵士軍それぞれの陣地に自競技参加者集合エリアがございますので、そちらに12時40分に集合してください。時間厳守で整列を行う際も速やかに行動いただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。そして地元自治会壇ノ浦地区の獅子舞の演舞が会場北側で始まっております。その演舞に誘われ、兵士の水軍がなんと海よりやってまいります。ぜひ皆様会場北側をご覧ください。地元自治会壇ノ浦地区の獅子舞の演舞、そしてその演舞に誘われ兵士の水軍が海よりやってまいります。太鼓台と同じく一昨日昨日と行われた大宮八幡宮の奉納物として、また今年は元旦にも八島三条で演舞を披露していました。地元八島の壇ノ浦青年会の皆さんの獅子舞、子どもたちの曲打ちに誘われるように舞い踊っております。獅子舞の鐘の音がこちらに聞こえてきておりますが、その鐘の音に誘われるように海から兵士軍の水軍が続々と会場にやってまいります。
有力な水軍を擁して瀬戸内海の制海権を握り力を蓄えていました。828年前、この海岸でも船を岸に寄せ激しい野戦が繰り広げられたと言われています。時を超えて平氏軍の強力な援軍として今よみがえってまいりました。こちらに水軍がどんどんと来ております。
まもなくですね、合戦が始まりますので、皆様どうぞ席にお着きください。まもなく合戦の幕開けとなります。皆様席にどうぞお着きください。違う、これ言っていい？皆様お待たせいたしました。合戦の準備は整いました。現代限定八島合戦絵巻、これより出陣式を執り行います。皆様ぜひご起立願います。タイトル出たんで一旦出た。いい天気じゃ。ひなの者、今日は世を集おうてくれた。我は赤軍の大将大西成。828年の時を超え、再び対峙し領有の天下分け目の大戦、ことの栄誉を守るべく、またも我らの陸力の姿を見せつけるのじゃ。我は白軍の大将野田なり。ことの結果は関係なし、正々堂々と戦うのじゃ。何も恐れることはない。勝つということは気を持って大に勝つことである。瀬戸内現世の大祭り、このような晴れ舞台はめったとない。この先来世まで語り継がれるであろう記念すべき日となろうぞ。さあ皆の者、準備はよいか。身の者の全身激励に続き、それに応じて声を上げるのじゃ。我がえいえいと申す。それにおうと答えよ。よいか。では行くぞ。えいえい。皆自信に満ちたつながまりだ。我ら白軍に勝る者などおらぬ。存分に力を発揮してまいるのだ。時を上げようぞ。準備はよいか。弱い弓が平家に渡ったならば
源氏の大将は悲劇だと笑われ、敵の勢いの増すだろうと発言だそうです。
再び新さを舐めさせてやろうぞ。皆の者、栄華を極めた平家の力を重ねて見せつけようぞ。準備はよいか。始め。よい。スタート。よい、始め。始まりました。大東競技弓流しです。全長なんと10メートルという巨大な、まるで化け物の何かと思うような弓が頭上を渡っております。まずはどちらが早く飲食ブース方面に送っていくんでしょうか。じゃあ皆さんのチームワークが大事となっております。この弓どちらが早くまずは飲食ブースの方に流れていくんでしょうか。MC 大きく吹いて、はい、それでは2回戦に参るぞ。よーい、始め。さあ第2回戦始まりました。第1回戦は赤軍の勝ち。さあ白軍の皆さんもどうぞ皆さんで力を合わせてどん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 弓を送っていってください。さあどちらが早くまずは飲食ブースに着くんでしょうか。キャラバンの方頑張って応援しております。赤軍白軍それぞれ頑張って応援。エスタブルデオの皆さんも頑張って応援の演奏をしてくださっています。さてどちらが早いか、まだ赤でしょうか。赤の方が早いか、赤の方が早いでしょうか。さあ赤も弓がどんどんこちらに返ってきておりますが、お城も白も早い、お城も早くなってきています。まるで団子状になっちゃって弓が何だかわからなくなっておりますが、どん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 早くこちらに送ってきております。まるで化け物のような弓がどん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 こちらに迫ってきております。赤でしょうか。今これ僅差でございます。赤ですか白でしょうか。赤か白かどちらでしょうか。どちらがどちらが早いでしょうか。もう間もなく聞きます。もう間もなくです。どちらが早いでしょうか。第2回戦ともに赤軍対英氏軍の勝利となりました。
三本堂に。次の競技、しころ引きの準備が始まっております。続きましては、しころ引き、綱引き合戦の準備がただいま始まっております。
めるため各軍とも大きな声で OS OS と息を合わせながら引き合いましょう。勝負は1分間、その間に自分の陣地により長く綱を引き入れた方の勝ちです。ただいま参加者猛者たちが続々と入場しています。合計100人以上の参加ということで、かなり豪快なシコロビの綱引き合戦になるんではないでしょうか。続々としころびきに参加する猛者たちが入場しております。先ほどの第一の競技弓流しは赤軍、兵士軍が勝利いたしました。続いてのしころびき第二競技しころびきはどちらが勝利を得るんでしょうか。勝負は1分間です。その間に自分の陣地により長く綱を引き入れた方が勝ち。それぞれの軍の士気を高めるため必ず各軍とも大きな声で OS OS と息を合わせながら引き合ってください。この競技は2回勝負、獲得得点は1回50点です。軍のチームワークが問われるこの一戦、果たしてどちらに軍配が上がるんでしょうか。それでは準備が整いましたでしょうか。それでは参りましょう。よーい、始めて。Oh!
白軍の勝利となりました。ご入店いただきます。白軍の皆さん、万歳三度の場所、いきますよ。せーの、はい、はい、第1の競技、シコロビキでした。第1回戦は赤軍の勝利、第2回戦は白軍の勝利でした。シコロビキの猛者たちの退場です。皆様、両雄に盛大な拍手をお願いいたします。この後中間発表と参りますが、その前に総門の参加者、参加希望者受付を行った皆様にお知らせです。元気軍、兵士軍それぞれの陣地に自競技参加者集合エリアがございますので、そちらに13時10分、1時10分に集合してください。時間厳守で整列を行う際も速やかに行動いただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。もう一度ご案内いたします。中間発表と参りますが、その前に総門の参加者、参加希望者受付を行った皆様、源氏軍、兵士軍それぞれの陣地に自競技参加者集合エリアがございますので、そちらに13時10分、1時10分に集合をしてください。国分寺太鼓保存会による音楽の公演が始まってまいります。